はい、どうも三山です。今夜です。夜、今実はですね、最終仲間を今外で待ってます。急遽ね、行きましょうってことになったんで。いやね、僕夜最終はねちょっと怖いんでね、あんま行かないんですけど、まあ行きましょう行きましょうってんでね。いや、この前ねその人の誘い断ったから、うん、なんかねまたね断りっぱなしでもね、うん、悪いなと思って、うん、まあ昆虫採集自体は嫌いじゃないし、うん、まあちゅうことで行ってみようかなってこと、今外で待ってます。で待ってる間ね、なんか、雑談でもしようかなと。うん、いやー、最近あれですね、昆虫、まあ、クワガタカブトムシ関係の YouTube の配信者様たちのね昆虫採集動画っていうのが、すごい出てきてますね。はい、うん、去年とは全然違うなと。今年ね昆虫採集動画上げる人めっちゃ増えたなってことで、うん、いやまあね、その昆虫界がそうやって盛り上がるのはすごくいいことやなと思いますけどもね。やっぱね、なんていうかな、みんなそれぞれ昆虫配信ね、昆虫採集の配信の仕方っていうか、うん、まあ採集の仕方もそうやし、動画の作り方やらね編集の仕方とか、まあ人それぞれで、やっぱみんな、やっぱ楽しいですよね、見ててね。うん、昆虫好きな方だったら、やっぱり見てて楽しいです。普段なかなかね、見れない光景とか、うん、樹液のね、様子とか、まあ、うどんの中の様子とかですね、そんなのもね、映す方も結構いらっしゃって、うん、普段見れないような光景が、繰り広げられてて楽しいなと思います。私もね、まあ、好きなんでよく見ますけど、うん、ね、まあ、この時期だとね結構ヒラタクワガタの採集が結構ヒートアップしてるっていうかね、やっぱ大物が結構出始めたので、うん、ちょっとヒラタクワガタ今暑いですね。はい、私のね去年のね昆虫採集動画見てくださったら分かると思うんですけど、私ミヤマクワガタ狙いなんですね、そもそもが、うん、ミヤマクワガタの採集が好きで、うん、それでチャンネル名もね、まあミヤマご飯、まあミヤマクワガタの名前をつけてるっていう感じで、そんな感じなんです。あ、来たかな、あ、来た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 来ました。ってことでちょっと行ってきます。はい雑談途中で終わっちゃったな。じゃあまたこの続きはいつかやります。じゃあちょっと行ってきます。よくいる、あ、いた、見て見てこれ珍しいやつがいる。結構大きい、神秘的だな。すごっ、頑張れよ。なんか運命感じますね。よしおいおいあ、でかい、でかめで、でかっ。今年今年1話は何ミリぐらいですかこれ。でかっ、でかっやっぱ俺持ってんな。やったー、ちょっと帰って測ってみようよ。あ、ノギス持ってきてます。あ、でもなんか手に持ってみたらそうでもない。あ、一応もキープしていきましょう。平田が欲しいんだ。でかい、俺は平田が欲しいんだ。え、なんだ今向こうで音がした。
いや、イノシシマジ勘弁。うわ、穴掘ってるね、イノシシ。干潟が欲しいんだ。Oh.